今回の作戦はあの全ての氷塊をあの爆破します。特にここら辺かな、壊れてほしいのは。まずはここ壊すか。ふわふわ2ペア、あっちあらお、これは即離脱ゲーミング所属していいですか。ははは、木本もとと頑張るか。はい、上から入れます。入れたよ、入れました、入れたよ、上から入れたよ。今誰と誰が誰で、あ、バブルケーキ入れました。あ、もう入れます。ここから入れました。入れましたよ、入れまーす。はい、サンチやバブルケーキ元の中で一人入れてません。おあら、おあら、春の中に入ってます。じゃあ、じゃあ勝負しようか。誰が誰が一番目に行けるか勝負しようや。これ取れんのか、帰らない。あれ取れんのか。あ、僕帰れだから今回行きたくないな。やばいやばい、これ部屋じゃ帰らないぞ。これ部屋帰る。いや、僕帰れだから行きたくないな今回。バブルケーキ買えない。で、これサンシャさん上がったさ。大丈夫それ。あれガチでやりたくねえ、買えないの時。買えないの時やりたくなさすぎて普通にスケるわ、あれ。あれやるやつ白すぎる。サンシャさん隠しろです。サンシャさんが隠しろだということが分かりました。なんで。いや、整い精査です。あ、やっぱ整いって大事だもんね。まあ3人打ち暴れた時点で海に降りた僕は白いと思って。いや、めちゃくちゃ白いですね。もう僕は疑いません。最速で降りました。はい、だって傀儡でやるメリットがないですからね。そしてその精査を落とせたバブルケーキも白となると、木本元です。確定です。木本元です。確定です。やりましょう。殺していきます。一旦これワンチャン9割合ってる気がするけどな。いや、9割クバ合ってますよ。うん、ワンチャン本当に合ってる気がする。前も元さんが黒というよりかサンシャさんが白っていう方が僕自信ありますね。なるほど。あ、そうだね。もうすごくガブガブしてる。ガブガブゲーム。今までレッツゴー。大波ちゃん、あー、どうしよっかな。普通に離脱するか。久々に船挑戦して傀儡全員落としに行こうかな。もう銃で。いや、でも三者三白なんで。あ、何人もいい。傀儡全員落としに行くって言ったのか。あ、そう。探検家落とすって聞こえたから。あ、違う違う。いや、でも逆に傀儡で整うの強いな。食べてからしてもらえるから。疑わねえもん。よいしょ。疑わないもんな。え、あ、撃っちゃった。カメラ撃っちゃった。びっくりした。左クリックが誤爆です。これは怪しいですね。まあまあ、クであるあるやめたにやってしまうある。あ、もう、あらい。タケヤさんと久々の同村で嬉しくて祝福をあげちゃいました。嬉しくて祝福をあげました今。スクラップはある。1個誰か。じゃああります。あ、じゃあ1個ください。祝福があるに、はい、どうぞ。机の上に置いてきました。いやー、でも、じゃあ、長距離武器欲しいなー。今回の作戦は、すべての氷塊を、爆破します。強制的に泳ぐということにね、強制的に泳がせることによって、探検家たちを、寒さで沈めます。そういった方針で今回行くので、よろしくお願いします。なので、まずは爆弾ダルをたくさん作りたいが、誰か。はーい、バブルケーキですよ。バブケさんどこから来ました。今え、普通に左から泳いできましたよ。なるほど。石炭入れます。入れます。うん、いや、どこから来た。いや、普通に左からサンシャさんに聞いてくださいよ。サンシャさんに。あ、ね、サンシアさんなんで発砲してたんですか。ああ、ミスって言ってました。あ、おは普通に5タップです。あ、なるほど。あー、リンさんが来たのがちょっとめんどくさい感じはある。
離脱しようっと。いやでもなこれマジで、いやーこれさ普通に邪魔すぎる。やばい、トーテム立てたいわ。トーテム立てたくなってきた。お前ここで眠れ。骨がないとどうしようもないわ。オッケー。おー、石炭返せ。嫌ですよ。あれ、柿さんって何でしたっけ。漁師か。漁師、漁師。待てよ。まあまあ、漁師なら大丈夫ですよ。意味あるの、こっちは。海兵じゃない限り僕は怖くないんで。危ねえ。うん、帰ったか。これ寒くね、普通にやばいって。僕が全部立てるのかな、ワンちゃん。やばい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 、おっと、焼きてー。もうこんなん壊されるトーテム立てたくないんだよな。離脱ナウです。あ、離脱してる。はい、はい。あのね、氷山前の氷塊壊そうと思ってるから、うん、なんか遠距離あったらみんな多分そこら辺で泳ぎ始めるから、もう一気にやっちゃおうぜ。あ、分かんないけど OK。 よし、分かんないけど OK なら OK。 寒くて死にそう、やばい。まずい、寒くて死ぬ、これ本当にまずい。まずいってこれマジで。石も拾えない、これどうしよう、どうしよう。超寒いねえ。よし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 。船進むの早い、船進むのが早い、思ったより。どうしよっかな。あ、まずい、そこの石炭取るの忘れた。いや、船の進みが早すぎる。やりたいことできねえ。氷塊いけるかな。お子さんに託すか。いや、死なないこと優先したいね。めんどくせえ、いちいち取り出しながら。オッケー。ちゃんとね、最後の一個まで。オッケー。ふう、一個しか入れてないやん、元さん。火薬なんでそんな中盤で1個しか入れてないね、本当に。うおー、これ熱すぎ、マジで熱いんですが。いけるかな。やべ、結局爆破しないし。マジ非常に強いです。まあ、こっち来ないでくれたらありがたいけど。とりあえず氷塊爆破しに行くか。よし、レッツゴー。まずい、
らへんだよね。まずは待て、もうちょいこっちの方だな、壊すなら。特にここらへんかな、壊れてほしいのは。まずはここ壊すか。これどんくらい壊れるのかな。ちょ待って、範囲が分かんない。これどんくらい壊れてくれるかまず見ないとな。なんかしょうもない気がしてきた。よいしょ、ここも壊れてほしいね。どんくらい壊れてくれるんだろう。おー、いいね、意外と壊れるじゃん。これ強いぞ。いや、これ非常に強い。いい感じに壊れてくれた。ナイス、いいね、いいね、これ強いですよ。あとは弓でみんなが泳いでるとこボコボコしていくだけなんて。ナイスすぎる、これめちゃくちゃ強いわ。今度もうちょっと研究したらもっと磨けそう。思ったより壊れてくれた。ただ幽霊歩きが履けないから。海兵が詰めてきたらめちゃくちゃめんどくさいんだけど、大丈夫かな。オッケーオッケーオッケー、来てないね。オッケー、一旦引こう。え、大丈夫？もうバレバレ、ほぼトーテム立てれそう。バレバレ。トーテムバレたとこに立っちゃった。バレてる。え？ほぼバレてる。ああ、なるほど。ほぼバレてる。何してんの？あの氷海爆破したから、みんなあの船から降りたら結構泳がないといけない。あ、そうなんや。どういうこと？あ、そうなんや。何これ。まあ頑張ってくれ。オーケー。見張られてるわ。何ですか？次行くべきはあっちか。一個立てとくか。来るかな、ここ。あと遠距離作りたいのに遠距離が作れない。どうしようこれ。いらねえんだよな。誰ですか、一体死んだ。元さん死んでる。元さん。元さん死なないでよ。あ、骨がないね。あ、どうしようかな。火3つか、今焼いちゃった。なんか程よくいろいろと足りん。マジ、いや程よく何も足りんのやけど。まずいな、こっち木がない、何もできない。登るか。いやー、これ遠距離の人と相方の時やりたいな。遠距離の相方の人とやりたいな。置いて、寒い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 。多分大丈夫やろ、ここあったき、ラッキー。鍵開けたいんだよな。ガチで寒い。終わってるってこれ。
樽も作れないんだよな。ねえ、木材不足が深刻すぎる。どうしよっかな次。狙われ。なんか足音聞こえた気がした。きつい戦いや。木材がないな。木材を求めて。木材。めちゃくちゃ寒いんだよな。なさそう木材。泳いでいってるかな、ちゃんと。寒いね。うわ、ちゃんといってる。これはきついです。非常にきつい。木材がない。やりたいことができない。誰か僕に恵みを。これどこ行けばいいんだろう。もうがっつり下がる一旦ね。あえ、てかさ、これ船いないじゃん。船行くべきやん。こんなん船行くべきやん。船にならなんかあるはず。なんかあるはず。寒い。死ぬ。急いで帰りたい。いや、間に合うか。こっちが寒さで死にそうなんだけど。撃ってきてるんだけど怖っ。これどうすんの？あれ料理人って誰でしたっけ？やばっ。相方は多分死んじゃったよ。はぁ、マジで言ってます。おい、キモトモトマジでキッツ。え、あ、だから帰ってきたのか。元さん死んだから帰ってきていいやみたいな感じで帰ってきたのか。いや、これは完全敗北だな。やりたいことができませんでした。どうしよう。いや、誰も帰ってこないからって思ったら普通に多分元さん隠し入れてニチャニチャした帰ってきたわ。きついですね。てか木材がないわ普通に。ここの木材もねえし。ちょっと木材求めに後ろ下がるか一旦。元さんここにいる？元さん聞いてる？ね、元さん聞いてる？霊界？まだ生きてる？元さん生きてんの？お前マジで。一旦トーテム立てるか。ね、元さんどうやったら勝てると思う？いや、攻撃の時が来たのは分かってるんですが、非常にどうしようもない展開です。船にめっちゃいるもんこれか。いや、確かに逃げて隠れるのが正解だよな。だって帰っても殺されるだけだもんね。これはさすがに逃げて隠れるのが正解ですね。逃げて隠れます僕は。もう最後に爆弾だるだけ作って。
爆弾ダル作れそう。これ爆弾ダル作れる。いやーこれねー、多分もうちょっとうまくできたなー。うん、ほい。いやゴールするか。まあ多分爆破範囲ね、こんくらい一気にいけたから今後に期待です。乾杯です。GG もう一回同じことしたいな。うん。